はい、どうぞ。こんにちは、30期生の平野あかりです。私が NIC に入った理由はすごく海外に行きたいと思っていて、他の大学に受験を考えていたんですけど、まあすごいやっぱ日本の受験制度ってやっぱその1日しかチャンスがないので、まあ、それで結構ストレスも溜まっちゃって、でも NIC は英語3級からでも全然受け入れてくれて、かつなんだろう、ネイティブの先生とかもすごい揃ってるので、まあ、そっちの方が自分にとって役に立つのかなと思って入ってみました。で、NIC 入ってから一番変わったことは、もうとにかく英語力がすごく伸びて、 TOEFL も入ってすぐ受けたテストで3ヶ月で50点上がりました。で、やっぱそれも、まあ、プレゼンテーションだったり、まあ、論文、エッセイの書き方とかも一から教えてくれて、うちに単語とかもやっぱ自分が使ってるから頭にも入りやすいし、そうですね、まあ一番勉強した1年でした。で、私がみんなに伝えたい言葉は、まあ、努力って言葉で、やっぱり他の大学に行くよりも私にとっては NIC での1年間が一番勉強もつらかったし、だけど一番楽しかったので、もしその何かに没頭したことがなかったりとか、興味があるけどまだ踏み出せないとかいう人はにとっては、まあ、すごく一番いい場所なんじゃないかなって思います。で、もし NIC に入りたい人がいましたら、頑張ってください努力を忘れずに、かつ、自分探しにもつながるので、ぜひ入ってください